だから野球はね、当時の広島の野球、小林さんの野球っていうのは、はい、あの特に感じたのは1、3秒ですか。で、速いランナー、要するに吉さんとかね、はい、あの牛蔵とかいるんですけど、はいはい、出てても、走るって全然走らないんですよ。コロナに負けない。プレーバー喜びと二遊間ってあるんですよ、勝負、はいはい、多分ね、一本ぐらいはベース寄るはずなんですよ、ね、寄るはね、どっちか、だからで意識はバスドラで行ってるわけじゃないですか、はいはいはい、でも佐々木なんか行ける、はい、でも、いろんな人間に合わない、はい、走る走る、全然走らせないです、はい、だから小林さん野球っていうのは、いかにこう、点をじゃあ取るか、ヒットゾーンを広げるわけじゃない、なるほど、一歩でも取れる、だからで、ね、面白いのは、僕ら広島市に行くと、ショートは正面が小林さん、ちょっと見えるんですよ。で、僕がここのサイン、ここでサイン出してるんですけど、サイン出してるんですけど、ここのサインって、あの結構難しいから、ね、簡単なのは簡単なサインが分かるんですよ。はい、で、こっちベンチを見ると、出た出たどれだで、こう、一気にバーンってファンでもするじゃないですか。はい、でこっち見ずに、ファンの上に、出たって。だからね、まあ、でもね、運営の時は見ずだったやろ。はい、で、原監督が今、原監督がサードから出てきたら、久保さんが見てもわからないの。たぶんね、あれ、あの、たぶん久保さんのサイン、格好だけで出してなかったんや。ああ、違う、たぶん。だって、東京なんかでさ、久保さんのサインじゃないの、うん、顔でこうやって。うん、うん。だもん、あの頃。当時ね。うん。すごいっすね。プロ野球の世界あるんですよね。面白かったけど、本当に。だから、いろいろね。監督のサインも分かったんすか。分かった、そうだね。だから、あの監督が出さんときやるのね。たぶんね、出してない人が多いもんなんだよ。ヘッドコーチによって、こうやって曲がって、はい、戦って、下でこうやって、で、カウントか、そうそう。で、横でこうやって、たまらないですね。なるほど、なるほど。うん、そういうやり方するもんね。そうそうかもですね、うん。監督までこんな難しいサインなんか出せんもんね。そうですね、あの確かに。1個で向こうが難しい。そうそう、あ、そうです。どうだっけ、森下さんじゃなくて、清水さん。あの、違う。はい。誰だっけ、森下さん、森下さんよね、見せて、でもね、めっちゃ早かったわ。早いけど、分かりやすいらしいんですよ。あ、そうなんですか。早いけど、分かりやすいらしいんだ。もうあれ、数字を書くんやろ、たち1、2、3、4、5、6、7、8、9、10とか書くんや、数字を、はい、こう数字が決まってて、はいはい、それをベンチでずーっと書くよね、みんなね。で、それに合わせてこれエンドランあったとか、何かあったとか、で、それでサインするですね。まあ、サイン盗みじゃないけど、サインを、でも、それは分析してるベンチではいますよ。そうですよね。で、必ずそれがね、もし、あの、盗まれて、ウェイティングされて、セカンドね、エンドランがアウトになったっていう、それは分からないですけども、必ずそれがウェイトされたら、必ず次の前にサイン変えます。必ず。なるほど。はい、それが間違えてないとしても必ずサインが、はいはい、ね、ここ一番まで取っとくときはあのサインが分かってるやん、あ、まあ、サイン分かりました、振りしとくんですね、こうやって情報戦やるとそうだね、はい、あのここで使うことじゃないなーっていうときはこうあーって言って、で一番いいときにそれを使ったりする、賢い、それその前に使ったら今言ったように変えちゃいます、そうそう変えます、プロプロのベンチは必ずウエストされたら変えます。変える、ね。必ず変えます。変える。あ、なるほどね。そうそう。だからそういう情報戦ってあるよね。あとしか絶対癖のあるやつがいるよね。あ、なんか出たぞこいつとかさ。いや、あの宇野さんからしたら、あの誰が得意で誰が苦手だったっていうピッチャーってやっぱりいらっしゃる。ないですね。ないです。自分が調子良ければどのピッチャーなくても全然ダメですよ、ね、もね、自分が調子悪かったら誰ですよ、ダメ、だから自分のいかに調子ですよね、だから相手のピッチャーがどこっていうのは、あ、いました、一人だけ苦手なピッチャー、香取さん、香取さんね、なんなんですかね、まあいい当たりでも正面飛んだりとか、あ、まあ、なん
多分ね、かなり数字悪いはず。考えてないからないですね、多分。いや、これがね、あのレジェンド解説で、うん、一緒にあのコントロールでやったんですよ、はい、あんまり考えてない。あ、まあまあ、まあ、あんまりその、そういう時は思ってない。一個聞きたいことがあるんですよね、鹿取さんにね。あんま聞いてみたいな、同級生なんや。うん、言ってたんですよ。俺、松本さんと通るよ。はい、そう、はい、はい、はい、後、楽園の時に、鹿取、パッとやって、パッと投げるやん。はい、すぐセットやったら、うん、で、パッと、パッと知ったんや。うわっと思ったら、あいつ、右足を外したんや。はい、プレートパンの右足を、はいはいはい、そしたら牽制を、うん、牽制、牽制が投げないの、うん、右足外してホームラン出たんや。そうやん。だから、えっ、らしいながら、セーブやん、こっち、ああ、どんやん、あ、えボークやろ、これ、そうで、で、ボークやん、ああ、あとか、そういうふうにならなくなってたんだ、ならん、ああ、もう俺、勝ったらこいつなんて外してホームラン投げれるんや。ジャイアンツ側から言われてたんじゃないですか。いや、そうは言う。で、どっちが最終的にやっとる。松本さんが70歳。あの時俺、え、こいつ何してるんやって思って。そうですよ、ね。70個してるんだね、年間。すごいっすよね。130しかないの。そうだね。その時の73。マジですよね。だって、24個で投了です。そうそうそう。21個連続いって、21試合で21連続だったの、多分ぐらい。それは当時、あの、まあ、一塁側からのビデオ撮ってたでしょ、当然で、ピッチャーの。俺見ない。あ、見なかったんですか。うん、俺、癖は見。あ、僕もね、打つ癖見たことあんまないんですよ。はい、あのピッチャーのセットとか、なんか首ロックあったら、見たことなかったんですけど。あんまり見ない。そういう人たちだもんな、下の人とか。いっぱいあります。こうやって指が当たったもんな。いっぱいあります。こうして指が当たったもん。あれも、めちゃめちゃ細かいやろ。え、そんなとこ見えないって俺、見えんって言ったもん。え、あれ違うやろって。牽制のことだったらパソコンでやったら分かるんだけど、マジで。違う、上がり方違うでしょと、グラフ開いたとか、グラフ開いた、ちょっと上がってきたでしょ、ちょっと待って、俺そんなとこ集中するより自分の打席集中した方がいいと思う。そう、そういうことね。なるほど、なるほど。すごかったですね。あの、癖探すのすごかったみたいなね。すごかったですよ。で、モニターでこう映したやつをこうマジックなのに書いてある。そうです、すごかった。ここ映して、ここが違うとか。へー。で、川口の場合は、あいつ、建設するときに口が曲がるわけ。そんな、そんなことない。いや、でもね、あの面白いのは逆に曲げて、まっすぐで、ね、久保さん、左ピッチャーの正面見るやつが、目が合ったら設計してこないって言ってましたよ。目が合ったら来ない。目がそらしてる時は来るって言ってる。いや、だから一番最初は久保さんとかに福さんに教わったんよ。コースターで、ヤンドコースさんが、うん、ちょっと久保さんの気に入ったら取る、はい、で、福さんにみたいな。福さん、ピッチャーのどこ見たらいいですか。目を。ああ、どうしよう、どうしよう。いやいや、右ピッチャー見えんよ。あ、見えんよ。右ピッチャー見えんよ。え、目見えんのやけど。なるほど。左ピッチャーはあるけど、マジで足早かったな。100個下だもんね。すごいっすよね。すごい、うん。でも、あの、話変わりますけど、宇野さんの方も YouTube やられてますよね。はい、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 はい。もしまた機会がありますね。はい。今度すればとね。ね。ね。あ、じゃあ、スタッフバーンとしてね。はい。またまた、はい、福岡の方でも。もういいですか、もういいですか。いやいやいや、いいんですか、逆にいいんでしょうかと。いや、この生話があれば。いや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 、もう。あの、オールスターは、同じショートじゃないですか。はい。そう、成績も良かったけども、はい。それは、人気あるのが良さですよ。あ、いや、そう、だから当時人気あって一緒だったからね。うーやん、違うことで人気あったやないか。それ、人気でここで。いつも赤いラインをそのまま入れてきて、マジで、うーやん、今日、ライン入ってるぞって、ここに、上赤くなるよな。で、ここがこうすると、ちょうど赤くなって、赤いラインがそのまんまこう、つながってるやん。悪い、悪い。いや、でも、生活、環境、生活、あんまり野球って変わんないですよ。僕たまにあるじゃないですか、東京で、と後楽園と神宮で、はいはいはい、僕はそっち方面で銀座方面にバーって来て、はいはい、歩いて、絶対合うよな、とことことこ歩いてるんですよ。昔の野球選手は絶対合ったよな。ありますね。あ、いやいや、みんなやっぱり銀座に行かれるってことですよね。銀座行って、それから行くとこ来ますよ。そうですね、だいたいな、だいたいな、はい、また来た、あ、お、うん、おるおるって、うん、でも、あの仕事は仕事で、そうですよね。いや、でも
いや、あの周りの一般の方々にこうすれ違うじゃないですか。そうすると、ああ、やっぱりプロ野球の選手はこういうところで飲めるんだなって言ったら、ステータスは示した方が良かったですよね。いや、絶対、絶対それは、はい、写真撮影もないしね。ない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 。あのことは別冊になったっけやと思う。ウーヤンとこのなんか。よく言いますよね。月刊、月刊宇野勝る。ないない。月刊高橋慶彦。それもある。それもある。相手みんな怖い。ボロが出てたらもういいっすか。こんなボロがしたら大変ですよ。いやいや、もう最高です。いや、ほんとすいません。ありがとうございます。ありがとうございました。また出て、うん、はい、ぜひ、まあ、はい、よろしくお願いします。YouTube でもね、はい、ぜひ、はい、すいません、ありがとうございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録といいねをよろしくお願いします。本日もありがとうございました。次回もよろぴこ。それではゲームセットいいよ、赤黒字になってる。いやいや、本日もありがとうございました。黒、僕黒よ。黒、うん、本日もありがとうございました。それではゲームセットっていう前に、よしひこさん、次回もよろぴこ。あ、本当、はい、わかりました、はい